新選の日本人死亡事件を受け、報酬した杉義文外務副大臣が中国側と会談し、し在留法人の安全確保などを求めました。大臣は午前9時ごろからおよそ1時間20分中国外務省の孫エイト次官と会談しました。 外務省によりますと柘植副大臣は事件の動機を含む真相の解明と説明在留邦人の安全確保に加え反日的な SNS 投稿の取り締まりなどを求めました一方孫次官は日本人を含む外国人の安全を守っていくと答えました新鮮の事件については驚愕していると述べいかなる暴力にも断固反対し断固取り締まると述べたということです